とことんとこいとと、アシスタントのくちゃです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の16日土曜日の夕方になりますよ。今日は夕方からやっていきますよ。ルザリアンアラルーイエーイ。バラ庭にハーブを植えたことがあるある。はい、皆さんありませんか。僕のバラにはバラばかり育ててたんですけども、家族のリクエストでハーブ植えてみましたよ。なんだかスイートバジルがもりもり大きくなってきたんで、今日はちょっと家族に料理を披露する前に練習ということで、会社帰りに動画を撮っておりますよ。はい、今日は家族が誰もいないので、ちょっと練習がてらバジルを使ってジェノベーゼソースを作っていこうと思います。はい、ちょっと会社帰りで白衣で撮っておりますので、なんかシェフみたいですけども、僕は料理はしたことがありません。はい、歯科技工士の制服ですねこれは。はい、それなんでちょっとシェフ気分でバジルを使ってジェノベーゼソースと、あとはレモンバームを使って、はい、レモンバームティーを作っていこうと思います。ちょっと言葉にするだけでちょっとおしゃれな感じじゃないですか。でも料理はやったことがあんまありませんので、うまくいくかどうか分かりませんけども、頑張ってやっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまずこちらスイートバジル大きくなりましたよ。この隣のレモンバームも大きくなったね、くーちゃん。うん、そうだね。そしてこの前のチャイブ、チャイブも毎回娘がカットして毎朝納豆に入れて食べてますよ。はい、ではこちら、まずはスイートバジルを、はい、こちらですね、夏剪定という名の収穫をしていきましょう。こんな感じでカットしていきましょうか。ボーンとカットすると下からまた新しいバジルがどんどん出てくるということなんで、ここはこの辺でしょうか。うんうん、なるほどなるほど。こんな感じで収穫していきましょう。ですね。よっ。よっ。よし、レモンバームも収穫しておきましょう。ポンポンとカットして、うん、はい、たくさん収穫できたね、くーちゃん。うん、よかったね、とこさん。ねえ、バラとは違ってもりもり大きくなるので本当に楽しいですね。もうこのハーブ、レモンバームのとってもいい香りと、バジル独特の良い香りがしますよ。この間本当に小さな苗を植えたかと思ったら、もりもりと夏の日差しを浴びてこんなに大きくなりましたよ。無農薬栽培でもこんなにハーブがたくさん収穫できるんですね。はい、もうこの料理の素人がジェノベーゼソースなんておしゃれなもの作れるかどうか分かりませんけども、ちょっと今から頑張って部屋の中でくーちゃんと一緒に、ぽっちゃんと一緒に作っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速やっていきましょう。まずはフレッシュバジルの葉 50g とありますね。 50g はどれぐらいなんだろうね、くーちゃん。まだ 5g、 これの10倍だね。
はい、50g ですね。よし、これを軽く洗ってきます。よし、軽く洗って水気を切りましたよ、キッチンペーパーで。そしてあと必要なものがこちらですね、オリーブオイル、そして松の実 40g、 ニンニク1かけ、そしてパルメザンチーズですね、粉チーズと、そして塩が 5g ですね。そんな感じの材料でやっていこうと思いますよ。1分ほど攪拌しますよ。1分攪拌しました。あとはここにバジルの葉を加え、さらに滑らかになるまで攪拌とありますね。なるほど、ほう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 、大丈夫かな、入るかな、ミキサーが小さい気がするんだけど、くーちゃん大丈夫かな。うん、細かく切って入れれば大丈夫じゃない、本当かな。よし、なんとかギリギリ入ったね、くーちゃん。よし、あとは滑らかになるまで攪拌だ。よいしょ、よいしょと、おお、パンパンだね。よし、塩入れ忘れました。よし、いいね。うん、よしよし、なんかめっちゃうまそうにできましたよ、皆さん。どうでしょうか。おお、なるほど。うわ、なんか美味しそうにできました。してみましょうか。あ、うまっ、うまっ、これめっちゃうまいやつや。うん、完璧です。これパスタに絡めたら最高です。よし、はい、パスタを茹でてますよ。こちらのパスタは11分なんで、なんか1分短めに茹でるといいと書いてありましたので、10分で今茹でております。はい、麺が茹だりましたのでザルに開けましたよ。さあ、いよいよこちらですね、いよいよバジルソースと合体しますよ。さあ、どんな感じでしょうか。タタ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 タ、おお、なるほど。そしてちょっと混ぜていきましょう。うん、よーく絡めていきましょう。か、これぐらい入れてみましょうか。うん、いい感じです。よし、そしてあとは塩コショウで微調整して味付けをするそうですよ。はい、お待たせいたしました、ジェノベーゼパスタでございます。どう、くーちゃん。あー、すごいね、とこさん、上手にできたね。ね、上手にできたよね。さっきジェノベーゼソースすごく美味しくできたから、多分パスタも美味しいよね。いただきます。はい、は
初のジェノベーゼパスタいただいてみましょう。どうかな。さあ、いやいやドキドキするね。うん、うまっ。すごく美味しいよくーちゃん。うん、本当に。ほら、うん、本当だ。バジルのパンチが効いてるね。そうだね。バジルのこのハーブのパンチが効いてめちゃめちゃうまいっす。うん。うんうん、なるほど。ジェノベーゼソース初めて作りましたけど美味しいですね。うん、うんうん、お好みに合わせてちょっと塩を振ったり胡椒を振ったりするのもいいみたいですけども、うん、これはうまいですね。なるほど。うん、ペペロンチーノとかも美味しいですけど、このバジルソースはなんかねっとりとして、なんだろう、ウニっぽいですよね。緑のウニ。うん、大盛りパスタがみるみるうちになくなります。うん、最後まで残さずに美味しくいただけましたよ。最高でした。よし、あとはこちらのレモンバームで食後のドリンクでも飲んでいこうか。ね、いいね。うん、あー、レモンのいい香りがしますね。この生のレモンバームを抽出することもできますし、これを干しておいて、そしてお風呂に入れたり、抽出してお茶にしたりすることもできるそうですよ。さっと洗ってお湯を入れてきましたよ。そしてしばらく蒸らしましょう。そして今日は暑いのでアイスで飲んでいきましょう。猫ちゃん、はい、猫ちゃんこれね。大丈夫だよ。昔ぽっちゃんワンワン覚えてたもんね。このティーポットに対してね、覚えなくていいよ。今日はキューギューしてね。そしてよいしょ。はい、このレモンバームは花粉症とか精神安定とかいろいろ体にいいみたいですよ。うん、はあ、レモンの爽やかな味がします。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。庭で採れたハーブスイートバジルをジェノベーゼソースにしてパスタとして食べましたよ。そしてこちらレモンバームをアイスティーとして飲んでおります。なかなか優雅な時間でした。なかなかでも料理作るの大変ですね。作るのは時間がかかるけれども食べるのは一瞬なんで、なかなか皆さん料理は大変だと実感しました。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとねん、また見てねん。
黙れ小僧。はい、これが分かった方は相当のジブリ好き。はい、ぽちゃんぽちゃんおてお手、はい、ぽちゃんおてぽちゃんおて、はい、ぽちゃんおておかわり、ハイタッチハイタッチ、はい、ドーナツドーナツ、はいよ、伏せ、はい、パパ見てよパパ見てよパパ見てよ、ぽちゃんパパ見て、まだまだまだだよ。はい、よし。